皆さん、こんにちは。ただより日本史担当の田中祐也です。よろしくお願いいたします。では、今回は対抗検知をやっていきます。これ非常に重要なテーマですよね。対抗検知がわからないと、この後の近世社会のところが、なかなかこれしんどくなってきますんで、ここでしっかりと基礎を固めて、近世の社会経済史につなげていきましょう。では、まず、対抗検知は、豊臣秀吉の時代に行われたんですけれども、 そのあたりを少しだけ外観してみましょう。こちら、時代の流れです。この織田信長や豊臣秀吉の時代っていうのは、16世紀の後半になります。1573年に、織田信長によって、足利義明が追放されて、これで16代将軍は新たに建てられなかったことから、室町幕府は滅亡したとみなします。そしてその後、織田政権が続きましたが、ご存知のように、 織田信長は1582年の本能寺の変で明智光秀に殺されてしまいます。で、その後、豊臣秀吉政権になっていくんですけれども、織田信長の後継者が豊臣秀吉っていうのが、ちょっと説明がいくつか飛んでいて気持ち悪いので、そこを埋めてみました。まずは、織田信長の過信団の内部争いっていうのがあったんですよ。豊臣秀吉って織田信長の過信団の中だったら、 3番手か4番手ぐらいの、それぐらいのポジションだったんで、なんで急にこの後継者になれたのかっていうところの説明がいると思うんですよね。で、実は織田信長が明智光秀に敗れてしまったんですけれども、まず山崎の合戦で主君を倒した明智光秀を破りますよね。で、これによって家臣団の内部における序列が上がってくるんですよ。 ナンバーワンの柴田勝家と同じぐらいにまで上がってくるんですね。で、この両者が家臣団内部の争いを行い、これが静ヶ岳の戦いでした。この静ヶ岳の戦いに勝利した後、豊臣秀吉は、今度は織田信長の自死である織田信勝と争いました。織田信勝は徳川家康と同盟を結ぶ形で豊臣秀吉に対抗しましたが、これを小牧長久手の戦いと言います。 小牧の戦いは徳川家康が勝利したものの、長くての戦いで織田信勝が豊臣秀吉と講和をし、結局豊臣秀吉の家臣として生きる道を選んだんですよね。これで信長の家臣団内部争いに勝利した豊臣秀吉は、今度は天皇権力を利用する形で全国統一を進めていきました。具体的には、秀吉は関白になったわけです。 天皇の後見人である関白となり、翌年には打状大臣になって、で、この権力を利用して、全国の戦国大名に戦闘停止を命じるんですね。今から領土の確定は、天皇の代理人である、俺がやっていくと。おい、争いをやめろって言って。例えば、九州。九州はね、この時、大友氏と島津氏が争っていたんだけれども、九州における争いはやめなさい。俺が、領土を。 決めていくって言って、で、大友氏はそれに従ったんですよ。ところが、島津氏はそれに抵抗したので、抵抗した奴はもう攻め込むという形で、九州平定を行いました。まあ、結果、最終的に島津氏は屈服します。えー、その後、関東にも攻め込んで、五北条氏を滅ぼし、最後、欧州氏沖といって、東北地方で逆らう戦国大名を平定し、全国統一を成し遂げた。 そしてこの全国統一の流れとともに実はこの統一過程において並行して豊臣秀吉は全国的な土地調査事業を行っていきました。それが対抗検知です。全国同一基準で検知を行うといったところがその画期性なんですよね。では早速その対抗検知について細かく見ていきましょう。 それではこちらの電子黒板をご覧ください。対抗検知なんですが、全国同一基準で検知を行う。そのためには、まず単位を統一しないといけません。単位って難しい言葉で表現しますね。これで、度量項って読みます。教科書とか読んでて、度量項の統一って出てきたら、これ結局単位を統一するっていう意味なんで、 簡単な言葉に置き換えてくださいねで。ここで注目したい単位は2つありまして、まずは面積の単位です。これ小学校の時に習ったと思いますが、正方形の面積の求め方はって聞かれたら、縦×横ですよね。ということは、面積の単位っていうのを考えるにあたっては、その前提として長さの単位っていうのも考えないといけません。でまずは長さなんですが、この 一軒という長さがあります。一軒っていうと、六尺三寸のことです。六尺三寸って言われてもちょっとわかりにくいので、もう一つ変換して、約191センチですね。この191センチが一軒だとすると、これ一軒で囲まれたところが一負になるんですよ。だからこの負というのが面積の最小単位となります。 えー、この面積の単位なんですが、30歩で1世です。そして10世で1単、10単で1兆となります。ということで、ここ掛け算すると、1単が300歩であるっていう、これめっちゃ大事ですね。これくしくも、あの、律令制の時代、律令国家の時代の区分伝の単位はって言われたら、あの時は、1単は360歩でしたよね。 でも、対抗検知の時は、一旦は300符なんですよ。ここの入れ替え問題、品質なんで、これ気をつけましょうね。いいね。では、面積の単位が決まると、次は体積です。体積は、読めますかね。国と省合。省合あたりは、今でも使うよ。だって、お酒一生瓶って言いますよ。 お酒一升瓶って言うと、大体、今で言ったら1.8リットルなんですよ。お酒一升も飲んだら次の日もう立てませんよ、もう。えー、仕事できません、全然。で、この一升が10号なんです。いい。一升が10号、ね、だい大体、ワインは4号瓶ですから、大体。ね。7 2 0トルじゃないですか。わ <laughs> かりにくいですかえー、一升はだ10号。これ今でも使うんで覚えてくださいね。で、ここはもう綺麗な10進法になってますので、 1>, 1章15を10章1と10と1国なんで全部かけると1国は1000号。そしてこれが180リットルとなります。こんな感じで1国っていうのが出てきたらこれは体積の単位なんですよね。で、こうした単位をまずきれいに決めておいて次の段階に入ります。次の段階は 国高っていうのを算出してください。国高性ってよく聞く言葉じゃないですか。この国高ってどうやって求めるのかというと、まずは、丸の1番。国高は、国リに面積を乗じたもの。掛け算しないといけません。また新しい言葉出てきたで、ね、国リってなんやねんっていうと、田畑や屋敷地の 等級のことなんですよ。で、この等級っていうのは、4等級あります。まずは、上電、中電、下電、下下電、という、こういう4等級になります。これは何かっていうと、一旦あたりの米の生産力を表示したものなんですよ。一旦あたりの米の生産力が、 上電は1.5国。下下電は0.9国。一旦あたり1.5国米が生産できると表示されたものが上電なんですよ。でだんだん下っていって一番下は下下電と表示されます。今まだ一旦あたりなんで、これに対して面積を乗じれば、それが国高って言って、ここは数字で表示されるわけなんですよね。 で、あとはですね、国高を算出すると、まあ、実際にはこの京マスっていうマスを使って国高を算出していくんですけれども、それ以外にも、県地町っていうのを作らないといけません。ここの田んぼは誰が工作者で、名前は誰々で、で、ここの田んぼは国森で言うと上田でとか、で、国高で言うと何国で何十国でみたいなことを全部記したものが県地町なんです。 さあ、この時に日本の歴史において革命が起こるんですよ。それは何かっていうと、これまで古代とか中世っていうと、農民といえば有力農民しか国家は把握していなかったんです。何十人かの代表者である有力農民しか管理されていなかったんですよね。ところが、この県知庁っていうのは、一致一作人の原則っていうのが取られて、 実際の工作者の名前で登録されます。実際の工作者っていうと、わかりやすく言えば、下級農民なんですよ。下級農民も、この県知庁に登録されるという点が、画期性がある内容なので、ここぜひね、押さえておいてください。ただですね、これは戦国時代もそうだったんですけれども、 すべて検知できるかというと、やっぱり日本は世界的に見て小さいとは言えども、それでも日本は広いですから、やっぱり全部検知はできないんですよ。そこでどうするかというと、この午前朝と国絵図です。これをですね、大名たちに提出を命じる。うん、全国の大名に対して、 御前帳の御前ってどういう意味かっていうと、これ天皇って意味ですよね。俺天皇の代理人関白やで。だから私にあなたたちの両国の情報を差し出しなさい。そして国絵図って言って、両国の地図、詳細な地図も書いたものを差し出しなさい。こんな感じで豊臣秀吉は全国の大名から御前帳や国絵図の提出を命じます。 いわばこれは戦国時代でいうところの差し出しなんですよね。だから全国の大名に差し出しを行わせる一方で、検知役人を派遣することによって、自らも土地調査、検知を行ったわけなんですね。さあ、こんな感じで国高が算出され、一致一作人の原則のもとに、検知庁が作成されました。すると今度は、この国高を用いて、 何かを貸す制度。これを国高制と言います。これですね。国高制です。何を貸すのかというと、軍政や税制に利用と書いてますので、まず大名に対しては、両国全体の国高を出しておいてほしい。両国全体の国高なんて言ったら、丸々万国ぐらいいくよね。 10万国。20万国行くよね。で、この国高に応じて、へえ、お前20万国もあるんや、すごいな。みたいな感じで、えー、それに対し、じゃあ次、朝鮮出兵よろしくね。こう、軍役なんかを付加していく。さあ、一方で、百姓の方なんだけれども、百姓はまず、村の国高、村高っていうのを出します。まあ、村の国高やったら、丸々国。 まあ、500国とか、800国とか、これぐらいだと思います。で、この村高に応じて今度は、じゃあ年貢は400国ね、とか、じゃあ年貢は300国ね、と、年貢や諸約を付加する。この時には、村単位で年貢が収められますので、これ、村受け制というわけです。ここまでをまとめると、国高を算出した後に、大名とか、 百姓に自分たちの両国全体の国高や村全体の国高を出させた上で、軍役や年貢などを付加する。これが国高制なんですよね。そしてこの国高制というのは、江戸時代にも受け継がれていきました。それでは山川出版社の小説日本史 B です。太閤検知はまず、土地の面積表示を新しい基準のもとに定めた長短政府。 に統一するこれ単位の統一ですね。そして単位を統一した後には村ごとに伝畑屋敷地の面積等級を調査しその国高を定めた。で、この国高を出した後にこれに対して軍役やあとは年貢を付加する国高性が確立しました。まあ細かいところはまた読んでおいていただきたいんですけれども最後気になる表現があるんですよ。 それが、ここです。また、対抗検地では、検地と並行して、村の境界を確定する村切りも行われた。村切りが行われたと、こう解釈すると、誰が行うのかっていうところを考えないといけません。この村切りは、領主が行います。例えば、豊臣秀吉の直轄地である倉入地だったら、秀吉が行うし、 他の大名たちの両国だったら、それぞれの大名が村切りを行っていくんです。ということで、うんと、そこの村ちょっと大きいよね。3つに分かれようか、だとか。そこの村ってちょっとちっちゃいよね。隣の村と一緒になろうか、とか。こういうことを決めていくっていうことなんです。これも、金世における新しい画期的なことなんですけれども、中世と金世の 村の違いのようなものを最後まとめてみたいと思います。では行きましょう。近世における村の形成です。まず従来の中世までの村っていうと、鎌倉時代までは村っていう言葉あまり使わなかったんです。荘園の中にある集落のようなもので、荘園管理人にあたる召喚 あとは、地頭なんかが、この荘園を管理、支配していました。ところが、農業技術の進歩とともに、共同作業なんかが行われるようになってくると、次第に、集落と集落が結びつきを強めて、こうした荘園工業の内部に、創村が形成される。これ、室町時代の特徴です。室町時代には、だんだんと、自治的な創村というのができてくるんですね。 この総尊内部においては、大人、サタニンという自分たちでリーダーを決めたり、あとは、地下剣団とか、地下受けとか、自分たちで独自に自治的な支配をすることが認められたわけなんですよね。しかしこれが、近世に入るとどのようになっていくのか。近世は先ほど確認しましたように、対抗検知の際、領主の村切りにより成立します。 17世紀末には約6万3000もの村があったみたいですね。だから、これまでの総村っていうと、農民の側が自治的に作り上げていったものなんですけれども、近世の村っていうのは、領主が上から作ったんです。下の奴らが作ったんじゃなく、上の奴の指示で作ったっていうところが大きな違いなんですよね。だから、えー、この村内部においても、確かに本百姓たちが自治的にあれこれと決めることもあります。 ここは村の共有地にするって言って自分たちで共有地を決めたりすることもあるんですが一方で領主の指示があって一番有名なのは5人組を組んでおけみたいな連帯責任だとかあと村方三役っていう村役人を決めておけっていうのは今回はこれ領主の側の指示なんですよねあとは百0支配の末端機構として村っていうのが利用され年貢を納めるときは村受け制 連帯責任5人組、法令伝達など、こうしたところも村単位で経営が行われるようになっていた。だから、検、えー、知庁によって個人は把握しつつも、結局支配するときには面倒くさいから村単位で支配していたっていうことになりますね。ではまとめますと、対抗検知は単位の統一、国高の表示、そして国高制の成立。えー、そしてその後ですね、領主による村切りが行われて、自治的な村から 金星の新しいタイプの村へと変わっていった。というふうにまとめることができそうですね。それでは今回のテーマはここまでです。